新選組の幹部たちが何者かに暗殺された。私は新選組八番組組長東堂平助である。貴様らは今日死罪となった。一度死に新選組幹部として再び生きるのだ。ああ、新選組のクソ侍だ。断ればそのまま死刑執行。だからトガ人を選んだか。無茶な作戦も。逆境からまた逆境だ。なるほど、引き受けよう。自分は人斬りしかできない。拙者は己の力を試さんがため。怪我をした患者にも人体解剖する遺体にも事欠かないでしょうから。浮かばれない魂のために祈る人間だって必要でしょ。まだまだ酒も女も博打も足りねえからな。おまんまいっぱい食べるま。家族の仇を取るためなら俺は何だってする。クソ侍にだってなってやろう。この俺が近藤勇になる。これより御用改めに向かう。ああ、この世界を変える。必要なのは切る理由。白黒つけてやる。人体解剖の素材になりたいですか。魂があるって信じてるんだ。ドタマぶち抜いてチューチュー吸ったのか。まあ、誰かが勝手に作っちまったクソみたいな世界を変えるんだ。ぶっ壊れ